はい、こんにちは。今日は昨日に続いて、ロスに行ったという話の2日目にしていきます。で、昨日はなんでロスに行ったのとか、ロスの1日目どんな過ごし方したのっていう話をしたんですけど、今日はですね、ユニバーサルスタジオハリウッドに行った時のお話をしていこうというふうに思います。ロスのユニバって、まあ、いわゆる発祥の地なんですけど、面積、まあ、厳密に言うと日本よりも広いんですけど、アトラクションとか普通に楽しむ空間だけで行くと日本よりもはるかに狭かったですね、これ意外だなと思ったんですけど、まあ、なんでその厳密に言うと日本より狭いかっていうと、その40分くらいのカートに乗ったツアーがあるんですよ、でそこを走る面積を含めたら確かに日本よりも大きいとは思うんですけど、純粋にテーマパークの中だけっていうのを考えたら日本よりも小さかったんですよね、当日は朝起きて、で8時くらいに、トミー、昨日紹介したですね、日本語が喋れる人が来て、でこれチケットだよって言って渡してくれて、30ドルくらい安くなるチケットかな、遅れたんで、30ドルって大きいですよ。3300円ですからね、当時のレートからしたら。もうお昼ご飯と夜ご飯タダで食えるみたいなくらいの感じだったんで、すごくありがたいなと思って、で、たまたまその自分が泊まってたホテルから、ユニバの駅っていうのが、たった1駅か2駅とかだったんで、地下鉄に乗って、行って、で、地下鉄もその日本って何駅まで行ったらいくらみたいな、例えば、大阪から京都までだったら540円、山科まで行ったら600円みたいな感じだったりすると思うんですけど、アメリカの場合は1回乗ったらいくらっていう金額なんで、だから端から端まで乗っても 1.75 ドルだし、隣の駅でも 1.75 ドルだったりするんですよね。まあそんなこともあって1駅2駅乗って、駅から向かいのバスがあって、せっかくなら歩こうと思って、まあ15分くらいの距離だったんで15分くらい歩いて着いて、でそしたらまだ開園まで10時18時っていう結構、10時17時かっていう結構短い時間の開演時間だったんですよ。でしかも面白いのが、10時に開くのはハリーポッターのエリアだけ、あとは11時とか12時以降に開いていくっていう、もうすっきり5時間とかで終わっちゃうような面白いやり方なんですね。日本だったらもう全部一気に開くじゃないですか。そうじゃないんですよね、アメリカって時間の差で開いていくっていう感じ。だから私は開演した時にみんながハリーポッターエリアに群がっていくっていう感じだったんですけどね、早く行き過ぎたんで開演まで1時間くらい待つことになったんですけど、たまたま前に並んでたイスラム系の親子だったと思うんですけどがいて、初めてユニバに私たち来たのよみたいな感じで声をかけてくれたんで、あ、じゃあ写真撮りましょうかって言ったら写真撮ってあげて、喜んで、で僕も写真撮ってもらったりとかしてね、すごく仲良くなって、じゃあ今日一日楽しんでねみたいな感じでバイバイって言ってね、親子、お父さんはどこに行ったんだろうか、それはいいとしてですね。で、オープン時間がバラバラだったんで、とりあえずハリーポッターエリアに行ったんですけど、ハリーポッターエリア、まあ雰囲気は当然英語なんでね、本場すごいなと思いながら、でも日本と作り変わらなかったです。全く一緒って言っても過言じゃないっていうくらいだったんですけどね。で、ホグワーツ城の中のアトラクションに乗って、あれも全く一緒でしたね。あれも全く一緒だった。だからここに関してはユニバに行く人で別に優先順位高くなってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ日本で同じエリアの作りになってるんで。でその後にシンプソンコースターって言ったシーシーレモン のシンプソン一家があるじゃないですか、あれの映像コースターっていうのがあったのでそれに乗りましたね。面白いのが、多分全身がバックトゥザフューチャーだったと思うんですよ。でバックトゥザフューチャーのドクが映像で出てきてシンプソン風になってですね、でこいつらに乗っ取られてしまったんだみたいなことを言ってる映像があったりとかして面白かったんですけど、まあ、シンプソンコースターとかがあって、でそれからハリウッドツアーっていうさっき言ったその40分の敷地外、まあ、敷地内なんでしょうけど、そういうこうエリアがあって、もうこれもまたいろいろ英語で喋ってるんですけど、僕英語聞けない喋れないの人間なんで何言ってるか全然わからないんですよ。だから時々こう怒る笑いについていけなくてなんかすごい寂しかったりするんですけど、まあ、それはいいとして、例えばグリンチとか、それから宇宙大戦争かなとかのロケ地とかもあったりするんですよね。で実際にキングコングとかジョーズとかジュラシックパークとか、それからあともう一つ何だったかな、あとなんか地下鉄に水がめっちゃなだれ込む映画があるんですけど、それの実体験とかができるエリアがあったり、あとワイルドスピードとかが体験できるものがあったりしたんで、それも多分写真貼れたら貼ろうかな、ポン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 貼ってると思うんですけど、っていうのがあって、しかもオープンカーみたいな感じで行くんで、すごく風を通りも気持ちよくって、これ40分乗ってる価値あるかなと思いますね。一人でいろいろ乗ってもこの距離でディロフォサウルスが出てきてびっくりしたりしたんですけどね、まあ、そんなこともあって、であとその次に行ったのがウォーターワールドに行ったんですよ。で、まあ、日本とストーリー大まかには同じなんですけど、
っとアクションが多めなのかなという感じがしますね。でほぼほぼ同じストーリーなんで、興味ある人は見に行ってもらえたらいいかなと思うんですけど、簡単に言うなって感じなんですけど、終わった後にキャストの人たちが出てきてくれて、一人一人と写真撮ってくれるんですよ。あれはすごく楽しかったですね。ディーコン役の人、ここひげくるっとしててすごいおしゃれでしたし、ヘレン役の人はね、僕の腕よりも太かってめっちゃ負けたって気分になりましたし、でマリナー役の人は逆になんかもうファンシーっていうか、なんかすごい細い人でしたね。あ、こんなんであんな演技できるんだ、すげえかっけえって逆に思ったくらいになんかすごい細マッチョな感じの人でしたね。うん。でそれからショーがあったりとか、それからお昼ご飯食べたりとかして、一つの真ん中 のエリアがあって、そこからいろんなエリアに行けるような仕組み形になってるんですけどね。でそれからちょっと遠いところになんかね、エレベーターで下っていくようなエリアがあるんですよ。でそこに、ね、ジュラシックパークとかトランスフォーマーとかマミーっていうハムナプトラ の室内コースターがあったりしたんですよね。残念ながら当時行った時は2019年4月行った時は、夏オープン予定でジュラシックパークがジュラシックワールドに変更するのでやってなかったんですよ。これめっちゃ残念でしたね。なのでまたちょっとリベンジで行きたいななんていうふうに思ってるんですけど、ハミーのそのハムナプトラの室内コースターは最初正面で行って、で後半突き当たりまで行ったら今度バックドロップみたいに後ろ向きに走るっていうので一番激しくって、で個人的にはその日一日の中で乗ったアトラクションの中で一番面白かったですね。うん、ハムナプトラのコースターはおすすめです。それからトランスフォーマーに関しては、日本でいうとこのスパイダーマンみたいな感じで映像をしながらアトラクション乗り物に乗ってこうなんか右往左往走っていくっていうような感じですね。でストーリーが分かったらね、英語が聞き取れたら多分面白かったらと思うんですけど、ただ個人的にはスパイダーマンの方が激しかったかなっていう記憶ですね。うん、それから日本に回る、ね、日本だとバックス・ザ・フューチャーの後釜になったミニオンのコースター、ね、ミニオンの映像コースターっていうのがあって、それも乗ったりしましたね。であとは定期的にキャストの人たちが出てきたりしてるんで、バックス・ザ・フューチャーのドクとか、それから、モンスターズ・ロックンロールのビートルジュースとか、それからフランケンシュタインとも写真撮ったし、あとマリリン・モンローとも写真を撮ったりして、マリリン・モンローね、こう腕組んでくれるんですよ、柔らかいに当たるんですよ、気持ちよかった、なんでオカマみたいに言ってるんだ、そんな感じだったりして、でそれもなんて言うんでしょうね、日本だったらめっちゃ並ばなくちゃいけないじゃないですか。でも向こうの人たちって意外と冷めてるのか、写真撮って撮ってっていうのがなかなかなくて、一番乗りみたいな感じで写真撮ってもいいですかって言ったら、あつって平気で肩組んでくれるんですよね。あれが嬉しかったですね。うん、なかなか貴重な体験だと思いますよ。それから、その日の最後に乗ったのがキングデッド、乗ってないウォーキングデッドのお化け屋敷があって、これはウォークスルー型、歩いていくタイプのやつなんですけど、ウォーキングデッドってその常にやってるんじゃなくて1時間半に1回とかそんな感じでペースでやってるんですよ。で実際に人がやってるお化け屋敷なんでずっとやってられないみたいですね。向こうの人たち休みきちんと取るんで、そんな感じで定期的にやって、最後の回になんとか入れたっていう感じだったんですけど、言うても一人で行くとかそんなんじゃなくて結構な集団で行くし、でしかも歩くスペースが前のグループが遅かったせいで、もうみんなガッチャンコでみんながワーキャーワーキャーやって、みんながワーキャーワーキャーやってるから何が起こるかって目の前で分かっちゃうから、あんまりそんな怖いっていう感じではなかったですね。うん、日本でいうところのハロウィンナイトみたいな感じで、ハロウィンナイトの何が近いかな、チャッキーかな、チャッキーに近かった感じですかね、のような感じのアトラクションでしたね。あ、それから他にもあって、クンフーパンダっていうのが、カンフーパンダあるじゃないですか、あれの映像コースターっていうのもありましたね。あれはどっちかっていうと、もう今やってんのかな、多分やってないんでしょうね。シュレックのアトラクション乗ったことある方は分かりますけど、ね、あんなイメージですね。こう映像に合わせて動くっていうよりは、映像に合わせて椅子がこう縦に揺れるだけみたいな感じだったんですけど、まあ、そんなアトラクションも乗ったりしました。一通り終わって、まあ、結構早い17時とかに終わっちゃったんで、シティウォークかっていうのがあったんで、そこをブラーっとして、そこで晩ご飯も食べて、であとはまた地下鉄に乗ってハリウッドに帰ってっていう感じだったんですけど、まあ、結構時間が短い割には人が日本と違ってその3時間も4時間とかも並ぶようなアトラクションというのはなくって、まあ、シングルライダーで基本行ったんですけど、行ったんで5分10分で全部のアトラクションを乗れたんですけど、どんなに並んでるアトラクションでも1時間なかったです。45分とかだったかなとかで乗れるんで、まあ、平日に行ったっていうのもあるとは思うんですけど、でもそんなもんで乗れちゃうんで、時間いっぱい多分使っても全部のアトラクションは平気で乗れるくらい回りやすかったと思いますね。なんでアトラクション
大好きっていう人は好きなアトラクション何回も何回も乗れる機会あるんじゃないかなと思いますね。だから USJ と違って USH は結構穴場スポットかもしれないかなというふうには思いますね。あの一方で今年の2月に行ったディズニーはやっぱ並んでるとか並んで90分とか並んだりしてたんで、やっぱディズニーとユニバーとの人気ってちょっと違うのかなっていう気はしましたけどね。うん、そんなところで、で、まあ、夜はあのタコスと、ね、謎の、ね、緑色のドリンクで、足はね、あのね、何に例えるのが一番正しいかなっていうのをいろいろ考えたんですけど、未だに覚えてるのは多分あれは風邪の子供用のシロップだなという味でしたね。はい、でその日は結構早く戻ってきて18時半とか19時には戻ってきちゃったんで、ここから今ホテル戻ったらもったいないなと思ったんで、もう一つ実はハリウッドにはろう人形館っていうのがあったんで、そこはまあどちらかというとちょっと1日目に入ったあのマダムタッソだったかなのろう人形館と比べるとちょっとクオリティの低いろう人形館だったんで、同じシュワちゃんがどっちにもいたんですけど、2日目に入った方のシュワちゃんはこれ偽物やろってすぐ分かるような感じだったりしたんですけどね。まあそんなところも入って、ところがまあ一つの方になかったのはホラーエリアっていうのがあって、そこはなかなか迫力ありましたね。まあろう人形にしなくてもいいだろうっていう層のあのメカチョイスだの三輪車に乗ってね出てくるって笑うやつあるじゃないですか。あれなんかもあったりしたんですけどね、お前ろう人形並んでもそもそも人形やないかっていうツッコミをねしたんですけどね。であとは個人的にあのベン・ステラーっていうライフとかの映画の主人公、まあ、監督兼主人公やってる人のとかもあったんで、あれはすごく良かったなと思いましたね。個人的にファンなんでね、うん、まあ、そんなところですかね。でその次の日っていうのが、また明日の動画で喋ろうと思うんですけど、グリフィス天文台っていうね、あのいろんな映画のロケ地になったっていうところに行ってきたんで、明日はその話をしていこうと思います。 USH は基本的にエリアが狭いから場所結構人混むのかなというふうに思ってたんですけど、全然案外そんなことなくてですね、スーッと回れて、でなんなら1時間くらい時間が余るくらい平気で回ることができたんで、十分に満足できる一日過ごせると思うんですよ。ユニバってやっぱり行く日によってアトラクション全部乗り切れないでクソーと思う時ってあると思うんですよね。だからそんなことが全然ない空間だったりしたんで、アメリカロスに行く機会がある人はぜひですね、 USH っていうのはぜひ行ってみていただけたらと思います。めちゃくちゃ楽しかったですよ。はい、一人で行っても楽しめるってことは家族とか友達とかで行ったらさらに楽しめると思いますので、ぜひ行ってみてください。ということでロサンゼルス体験記2日目以上となります。お疲れ様でした。さららバイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。